収録後、うん、やっぱ野菜も入ってるからうまいんだよね。うん、美味しいですね。いや待ってください、これ匂い一回やばい、うわなんかもう匂いからコクが出てますね。いや匂い本当に。でも言いたいことはわかります、うん、全コクが匂いに詰まってる。いただきます。いただきます。全コクが匂いに。やっぱ味的にはピラフだね。ですね、うん。美味しくないわけないですからね、これ。まあうまいものしか入ってないですからね。何の出汁で使えたことないもん、ね。ありったけの夢詰め込んでますね。ワンピースですね、これ。ね。ワンピースですね、これ。オールブルー。よくわかんない。もう口の中だし、うん、ずっと残ってる、うん、いろんなだしが毎日食える、これ確かに。これの握り飯食いやすね、うん、うまっ。無言になってるじゃないですか更新したかもしれない一時ね先週のタイもそうやって言ってました早かったですねエビ入ってるからいいんじゃないですか。やべえ、腹いっぱいになるまで食っちゃいそう。いや、これは食うっすね。美味しい。無限に食えますもんね。だって全部考えうるやつ全部入れたもん。ん？何入れたんでしたっけ？魚の出汁でしょ。チキンブイ、うん、昆布、しいたけ、干しいたけ、干し貝柱。あと、もうイカ、魚介の出汁、あとマッシュルーム、7つ。俺がおかわりするってよっぽどですからね、うん、どんなに美味しくても1回で終わってる。いや、腹いっぱいですって言いますもんね。あ、ちょっと違う。ああ、それぞれ、うん、塩、多分塩加減と油の量と、だよね、うん、油の量が違うっすね。こっちの方が少ない。こっちの方が焼き飯感ある。あ、炒めたら時間長い。長いですね、自分多分、うん、なんかチャーハンに近い、うん、油がじゃあ多分多い。これちょっと食べてみてください、シェフ。こっちがピラフが食うと焼き飯だ、これじゃあ、うん、俺のはお茶漬けさんだったかもしれないですねもうみんな気が、あ、お腹いっぱいになってきてるのにどんどん口を飲んでる。止まんないね、うん、絶対エビは拾うんですよ。ほんとだ何のために生きてるか